逆にそれが打たれるようだとこのポジションは務まってないと思いますね。なるほど、うん、フェルナンデスの打球左中間、追いつけるか森山、ジャンプ、ボールはフェンスは越えていません。フェルナンデスは悠然と二塁まで行きましたが、いやちょっとこれ揉めますよ。どうなりますかね、今ねレフトスタンドのファンは入りましたってアピールしてますね。あ、一番近くで見ていたファンがそう言ってるというところがどうなんでしょうか。これは審判集まりますね、はい、今年から大きくプロ野球を変えたと言ってもいい、ホームランのビデオ判定というルールがありまして、はい、そうですね、見ますよね、おそらくね。基本的にこれは監督の要請ではなく審判団が集まって協議をした上でやるかどうかを決めるというルールなんですが、これしかし今甘かったですね、はい、スローでは、あ、入ってませんね。入ってませんよね、あ、セーブ判断かな、これ。入ってませんね。大丈夫ですよね、はい、レフトスタンドのファンがね思い切り手回してるからね、回しましたよね、セーブ判断かな、やってたんですね。いやでもこれ助かりました。いや本当ね、命拾いですよ。ここで2アウトランナーなしからの一発ソロホームランで4点目が入るとなるとね、しかもね打たれる要素見当たらないんですよね。あ、本当の失投ですよ。なるほど、もう失投中の失投っていうボールですから、はい、まあ、今の映像を見る限りは、入ってませんね、入ってませんからね、もう一度ご覧いただきます。入ってませんよね、手前ですね、はい、ただいまビデオ判定を行っております。今しばらく内でお待ちください。まあ、それにしてもフェルナンデスは歩くようにして二塁へって言いました。フェルナンデスはもう絶対入ったと思ってます ね、 そうですね、なんかそういうアピールでしたね。まあ、これはでもいい採用しましたね、このホームランビデオ判定っていうのね。野田さんはそう思われますか。すっきりしていいと思います ね、 そうですね、ホームランですからね、はい、アウトセーフ、ストライクボールじゃないですもんね。してほしくないですね、それがこう人間が裁く上でのいいところなんだっていうふうに、ね、おっしゃる方も多いですし、アウトセーフに関しては絶対してほしくないですけどね、ストライクボールもね、もうストライクボールなんかしたら、はい、審判の威厳が、ね、ね、ないですもんね。まあ、でも過去に、ね、この半期の流れで言いますと上田俊治監督の日本シリーズの、ね、ホームランかどうかという抗議もありましたし、でもあれなんてビデオで見ても結論出ないでしょ。そうですね、ポールの上ですからね92年の、ね、タイガースの八木さんの当たりがホームランなのかどうなのか、一旦回った手がまた訂正されてっていうね、あれがホームランなら阪神は優勝しただろうっていうファンの方もねたくさんいらっしゃいますもんね。あ、出てきました、見てみましょう。長らくお待たせしました。二塁塁審の佐藤です。判定通り、二塁打で、そうですね、試合を再開いたします、はい、納得ですよね。そうですね、バッターは5番リリア1